段違い平行棒中国の長男をご覧いただきましょう。前半に、大阪手車輪片手指示での1回ひねりという E 難度の技が入ってきます。優勝候補の筆頭に挙げられています中国、団体のこの個人総合の予選でもトップで通過しました。ここ、ね、成功、イエガーに続けました。予選では 9.500 という高い得点を挙げました。段違い平行棒長男、中国選手のお家芸といった種目ですが、本当に姿勢、トカチェフも高いです、美しさ、これはもうこの選手も変わりません。伸身のダブル着地動きません。ピタリと決めてきました中国長男、最初の種目の段違い平行棒、まずは上々のスタートと見ていいですか。そうですね、全く問題ない、スタートとしては、問題ないと思います。劉偉が出迎えます。こうしてチームの選手が今日はサポートについてるんですね。そうですね、昨日は、チーム戦比較的楽に試合ができたと思うんですけど、こういった個人のタイトルがかかったところで、若手選手どういう試合をするのかなと興味を持っていたんですが、非常に落ち着いていますね。出ました 9.500 という長男の段違い平行棒の得点です。それから同じく段違い平行棒日本の大島の得点 8.600 でした。2種目目平均台です。中国の長男です。この平均台を得意としています。予選では 9.625 を叩き出しました。この平均台、まずはロンダートから後方伸身宙返り、D 難度から入りました。1種目終わった時点では2位でスタートしています長男。ジャンプも高さがあります。正確ですね。この後の後転跳び連続から後方伸身宙返りの高さにご注目ください。今日はそうですね、本来ですと、はい、後転跳び連続の後に後方伸身宙返りが入るんですが、一つ抜きました。さあこのあたりはどう影響してきますか。去年の中国の国内の選手権でもこの平均台はトップです。非常に柔らかさがあります。中国の16歳の長男、ミスの後も落ち着いていますね。これは E 難度の、ジャンプですが、非常に姿勢が美しいです。さあ降りは抱え込みのダブルです。着地も決めてきました中国の長男。団体のこの個人総合の予選ではトップでこの個人総合決勝に勝ち進んできました。一つ技を抜きましたが、そうですね、勝ち点としては、十分だと思うんですが、この動きが一回止まってしまった部分を、はい、審判がどう評価するかというところだと思います。得点が段違い平行棒最初 8.975 と出ましたが変更がありまして 9.075 となっています。現在2位です。そして3位に中国の高貴、日本の石坂が5位となっています。3種目目に入ります。
現在トップの中国の張楠です。ゆかです。2種目目でトップに立ちました中国の張楠。ここまで段違い平行棒が 9.50、 平均台が 9.375、 3種目目のゆかです。最初に、ムーンサルトと3回ひねり E 難度の技が2つ続いて入ってくるかと思われます。最初のムーンサルト、これは高さがあります。さあ今度は3回ひねってきました。少し着地弾かれてしまいましたけれども、ひねり不足は、それほどない、なかったですね。このゆかは今年リネー杯で金メダルを取りました。この張楠です。16歳、141センチです。張楠高い。海外から振り付け師を招いた、中国ですが、本当にこの辺の表現力が、以前と全く変わりましたね。最後のシリーズに入ります。真のダブル、最後も綺麗に決めてきました中国の張楠です。やはり海外から、コーチ陣を招くということは中国にとって画期的なことなんですが、やはり、アテネ五輪を目指した、これも強化の強化策だと思うんですが、そういった表現力、アクロバット系の宙返り系の技も素晴らしいんですが、その辺の表現力も、また素晴らしいものがありましたね。アジアでは負けたことがありませんこの中国ですが、まだ世界のトップという点ではなかなか上に行けないところがありますんでね、そのあたりを、いろんな形でチームの中に活性化を生んでるわけですね。世界のトップを狙った強化策だと言えると思います。中国の張楠の床の得点 9.175 です。 9.175 という得点です。現在2種目終わってトップの張楠です。3種目が終わりました。 28.050。 張楠はいよいよこの後最終種目に入ります。さあ現在トップの張楠です。金メダルをかけての跳馬です。すでにツトビチナ終わりました。さあ初の個人総合チャンピオンを目指して着地は、あっと乱れたがどうだ。そうですね、着地の、部分でちょっと膝を突っ張ってしまったような形でしたけれども、さあ果たしてどうでしょうか。この表情からもう金メダルは間違いありません。8.35 以上で金メダルが決まります。伸身姿勢は美しいんですが、やや回転不足のために、着地の際、少し体が後ろに残ってしまいましたね。はい、8.35 以上で金メダルの張楠です。得点出ました。 8.975。 この瞬間に張楠の金メダル確定です。個人総合のチャンピオンは中国の張楠です。安定した強さでしたね。そうですね、平均台一箇所危ないところありましたけれども、それでも、強さを見せつけてくれましたね。それでは